までですとやっぱりこう一軍上がってしばらく経つとだんだんこう迷いとか結果が出ないと迷いが出てきたんだけども、はい、今年はとにかく、もうずっと思い切って狙ったボールをしっかり捉える、それだけを考えて打席に立つようにこれからしますというふうに言ってましたね。さあ青松が右バッターボックスです。チャンスをつかみました。11年目の青松、今年29歳。直球ター、大きな当たり、このパワーが魅力なんですが飛んだ位置は左でした。おお、壁ですか。さすがのパワーを見せました。いや、力ありますからね、はい、まあ、とにかくファームではたくさんホームランを打って、はい、まあ、おそらくマリーンズのこの青松選手の記録をずっとインターネットなどでチェックされた方、はい、裏側で見てた方はいつ上がるんだろう、はい、上がるんだろうという ね、期待はあったと思うんですが、上がってきた瞬間ホームランですからね。ここまで行きましたね、はい、一番奥の席、テラスの席まで行きました。